佐藤昇は、名古屋大学未来社会創造機構、客員教授。エスペック株式会社、常席顧問。2021年6月、イリソ電子工業株式会社、社外取締役。サムスンに SDI 株式会社、全バイスプレジデント、常務。ホンダ技術研究所、元チーフエンジニア。秋田県、全教育士学館。秋田県横手市出身。 1972年、秋田県立横手高等学校卒業。1978年、横浜国立大学大学院工学研究科電機、科学専攻修士課程を修了。ホンダ技研工業株式会社に入社。社内研究成果により、1988年、東京大学で工学博士号を取得。1993年、ホンダ技術研究所の マネージャー、1997年度には、名古屋大学非常勤講師を平任。同社チーフエンジニアであった2004年9月に、韓国サムスン SDI 社に常務として移籍し、技術経営に従事。2012年12月に、同社退社。2011年からは、名古屋大学、グリーンモビリティ連携研究センター客員教授兼、非常勤講師。 2013年から現職。この間、米国マークイス社、フースはインザワールド1999,2000、2001,2002,2018,2019、2020、2021年版に掲載。ありがとうございます。